나이스! 고! 영! 3, 2, 1, 고! 또 그런가요? 범미와 대놓고 사라지다 하더라고. 나이솔다 맞다. 소리와 무코다때 오나지다. 프로젝트 D의 드라이버 도대체 준모성이 高くて 홈코스는 우리たちの方 무시가이ない. 소리でも 1対1分けは厳しいが 電源と視線は車の性能差だけでは 勝負しにくいコースだからだ. 프로젝트 D 相手でも 十分に賞賛があることは1本目ではっきりした。ましてやこの雨、 E+3BF でこの低周期内出力電動機にとっちゃ優しくないだろ。さすがについてるか。無理もねえな。こんだけ粘着しなければパワーの半分も使えてねえか。 3分野となるから、ウィークポイントになって足を引っ張り上がった。こっちの手の内は1本目で丸裸だ。小手先の駆け引きは通用しない。行ける時はガンガン攻めるぜ。本当にこれで良かったのかな。長引くのはケイスケにとって不利なんだけどな。雨だとあらゆる負担は人間に来るんだよな。消耗するのはドライバーの神経だよ。 ケイスケの集中力がどこまで持つかだな。あいつが今取り組んでる課題をきっちりとマスターするためにはいいチャンスだ。じっくりと走り込んだからさ、プレッシャーのかかる実践の中で生きる技術じゃなければ意味がない。相変わらず厳しいんだよな、ケイスケは。同じ通勤型車両だが、10人全然先進。考えてみんだよ。 やっと出てきたな。隅っこに隠れてるのはお前には似合わない。ヒルクライムはすごいバトルになってきた。成り行きでダウンヒルバトルに突入する。がっぷりと四つに組んだ意地と意地のぶつかり合いだ。渡るはよく勝ち負けはともかく、これだけのバトルを演出できる。これは満足だ。相手はプロジェクト D だからだ。本当にすごいよね。 でもねえのぶ、勝つのは絶対ダーリン。ダーリンは天才だもん。何が話してるのか分かりやすい。あいつの発電機は2両編成80軸のうち30機に主電動機を積んだ3M5。3VF制御は細かなトルク制御が可能で高い粘着性能を発揮するが、濡れたレールでは低い MTB に大出力をかけられない。だが俺の発電500回にはそれがない。 E車2両を M車に変えた10両全電動車編成だ。こいつの最大のメリットは、どんな状況でも立候補指令すれば10両全40軸から確実に安定したパワーを叩き込めることだ。アベレージスピードの低いコーナーに持ち込めば、対時直下制御の戦闘力を確実に 3VF制御の上を行くんだ。 しっかり仕掛けてきやがった。やってくれるじゃねえか。だったらこっちもご期待にお応えしねえとな。リーグの早く動く。凌介、圭介は大丈夫だ。凌介さん、こんなこともあろうか、密かに。負けねえぞ。この展開になれば、モチベーションの勝負だ。 メンテや改造に不自由しないセミワークスのお坊ちゃん育ちには分かんねえだろうが、気合と根性だけは金では買えないものなんだ。貧乏でも努力したやつが勝ってこそドラマじゃねえか。俺が負けてちゃ盛り上がらねえぜ。10年越しの日が
今、凌介さん、実現する。俺たちの声が耳に入らないくらい考え込んで。あれは絶対余計なことを考えてる顔だ。たかが雨でそこまでヨレヨレになっちまうのかよ。しょぼいもんだな。出そうと思えばいくらでもやりようがあってもよ。何もまともにやり合うことはねえんだ。二人ともかなり疲れてきてるんだ。そうだと思うけど、ドライバーは集中してるから疲れてることに気がつかないと思う。一発勝負にピークを合わせた集中力。予定外の2本目はかなり高い。疲れてるか疲れようなら、もう集中力切れ始めてるってことだから、決着つく時はあっけないと思いますよ。えらく煽られてる気がするぜ。なぜかな。疲れで俺のペースが落ちてるとしたら、まずいよな。もっと突っ込んでかねえと。人間の集中力なんてそう長く続くのはないらしい。ギリギリまで張り詰めていられるのは30分くらいが限界だと言われてます。雨で視界が悪いし、だいぶ安い。一瞬も気が抜けないから。集中力が切れたら、具体的にどうなるか。まず判断力と反応が遅れ、ちょっとしたことがストレスになり、2つのことが同時にこなせなくなる。終わるときはあっけなく終わる。ダーリン、負けないで。強固、ダーリンの味方だよ。見境を失ってきた。にしても、この道後の血はなぜだ。あんなところに電車フルッピー落ちないくん東急5000系が。くだらんことじゃない。最後になってるんだけど、やれるんだ。ああ、やめろ。何やってんだバカ。ダメだダメだ、そっちはダメだ。言い訳に聞こえるかもしれねえけどな、集中力が切れるってこんなもんなんだ。魔が差したとしか言いようがないぞ。自分でも嘘だろって気分だ。ていうかマジ嘘だろあれ。心配したよお兄ちゃん。大丈夫って無線で言ってたでしょ。大げさでバカみたい。ねえお兄ちゃん、あんな地味で意地悪なあっちの妹はほっとこう。あっちのかずみちゃん愛想がないしな。なんだか冷たいし、こっちのかずみちゃんの方がいいぜ。俺の妹が。こんなに可愛いわけがない。よし、夜が済んだな、入るぞ。撤収、ぼやぼやするな、さっさと支度しろ。夜明けまでに出発するぞ。うん、スカプー。凌介さん、機嫌悪くないですか。すっきりしない決着だったからかな。
俺も納得してねえし。何か企んでたけどうまくいかなかったな。